ケモンたちは出てきてください。え、てかそのポケモンのボールの吸い方何？ベル？あ、あ、御三家来たー。ちょっと違う、なんか思ったんと違う。あ、ポケモン渡してもらえるんですのね。パートナーとのポケモン一匹選んでもらいます。草ポケモンの草猫。草猫ってなんかちょっと良くない響きですね。なんかすいません、本当に。はにゃー、かわいい。このワニポケモンのホゲータさん、ホゲワー、ホゲータさん、ホゲワーなのね。ホゲワー。コガモポケモンのクワッセさん、クワップル、あ、なんかやっぱりかっこよさそうですよね、クワッセさんのは。皆さんとても人懐っこくて私のそば離れないんですよ。あ、寄ってきた。あ、かわいい。いやー、こっち、ちょっと待って、ホゲータさんのこっちを見てる感じかわいすぎる。ふむ、工場よりもセラベさん気になるようです。かわいすぎる。バスは洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。え、じゃあこのポケモンどうするんですか。あ、あちらのすーごい豪邸、すーごい豪邸いますけど。今日からアカデミーに転入されるサラメさんです。やっぱりそうなんだ、向こうのお家のご近所さん。あ、やっぱり引きこも、あ、引っ越、よかった。でも引きこもりからの引っ越しありますわね。どんな子が引っ越してきたかすっごく気になってたんだ。私はネボ、普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くし、あ、もうじゃあ先輩なのかしら。はい。いや、私引きこもりですか。いいえ。あれ、緊張してる。私声大きかったな。くそー、陽キャムーブ、私の陰キャムーブに。陽キャムーブ、なんかその私が嫌がるとかじゃなくて、もう緊張してるしかないのよね、選択肢が。ワニちゃん行きましょうか。あ、ホゲゲ、へへ、かわいい。炎タイプのホゲータ、熱い火花を散らしてどんな草でも焦がしちゃう。ワニちゃん大きくなるのよ。ホゲータちゃん、あなたに決めましたわ。なんでしょう。でもなんかあんまりいじりたくないな。ホゲタって多分この世の小学生みんながつけてる名前ですわよね、多分。この世の小学生が全員つけている名前なので、ホゲーン。いやね、なんか、まあ、ホゲタでいいか。いやでもね、いやでもホゲタ、あ、でもワニね。あ、ホゲダイルちゃんにしよう。クロコダイルだから。あ、違う、ホゲホゲダイルちゃん。あー、ホゲタです。ホゲタです。ホゲタになりました。100万人がつけたホゲタになりました。いやでももう一回名前つけたらもうね、会社ダメじゃないですか。ホゲタちゃん一緒に行きましょうね。もうだって最初にホゲタって多分今呼んじゃったんですよ。そしたらもうホゲタくんは、あ、僕はホゲタなんだって思って、ホゲタって思ってますから、もう変えられない。だってホゲタってついてきてるんですよ。今ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。はい、さらにホゲータを選ぶなんてさ、え、何、ホゲータアーチですか、ネバ様。